持ち最新不動産情報。どうもベトナムスギマス芸人 WCSOK です。本日やってきましたのがホーチミン市ビンタンクファンビッチャーエリアでございます。サービスアパートメント紹介します。そしていつもの紹介してくださる方が来ております。 NRZ の杉山さんお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、このファンビッチャーエリア、はい、初めてですよね。そうですね、はい、今回新しくサービスアパートメントができましたので、サービスアパートメントの部分とオフィスの部分をご紹介させていただきます。なるほど。クインパール、まあ素敵な名前ですよ、はい、もう楽しみでございます。ファンビッチャーエリアといえばもう何でしょう。これはとにかく和食レストランが非常に多いエリアになってますので、一人暮らしの方なんかにはすごく利便性のあるエリアだと思います。いやめちゃくちゃいいですよ。だってローカルもあって、本当第二の日本人街って言われてますからね。はい、もうめっちゃ和食も多いし、美味しいレストランも多いし、もう隣もう和食じゃないですか、宮津市は。そうですね、もう隣和食だもん。はい、だからもうそれぐらいね、すごい。もうそうですね、日本人の方には非常に住みやすい場所だと思います。人気の場所です。で飲み屋もあったりしますよね、バーとかもね、おしゃれなバーとかもあるんですよ。はい、だからめちゃくちゃいいエリア、中も見に行ってみましょう。はい、レッツゴー。うわー、めっちゃ綺麗ですね。はい、え、できてどれぐらいですか。はい、今1ヶ月ぐらいですね。うん、めっちゃ最新やん。はい、真の最新の情報来ましたよ、またでまず、まあ、キッチンがね、ありまして、二口コンロ。はい、これワンベッドルームとかのお部屋ですもんね。そうです。それでキッチン、この広さはかなり広いです。かなり広い。ほら、これでも届かないちょっと勢い余ってたっていうのが今、うん、いや、これで届かないってめちゃめちゃ広いですよね。はい、本当にあのファミリー、なんだろう、二人とかで子供一人とかね、はい、ちっちゃい子供だったら全然いける、全然いける広さ。収納もありますし、電子レンジ、はい、これ電子レンジ、これオーブンなんですよね。あ、オーブンだ。はい、まあ、ちょっとあの、もしかしたらですね、はい、このオーブンですね、はい、電子レンジに交換してくれるかもしれません。あ、はい、まあ、お一人暮らしの方だとなかなかオーブン使う機会ってないと思いますので。確かに、オーブンじゃなくて電子レンジに交換と。なるほど、ご相談できます。その辺はフレキシブルに対応できる、はい、という、はい、ことですね。で、やっぱサービスアパートメントだから本当ね、もうお皿とかも全部ありますしね、はい、こういった、まあ、これがあるだけで本当リュック一つで、まあ、ベトナムにね入ってこれるっていうのがめちゃくちゃいいですね。やっぱね、広い鏡です。杉本さん、はい、これもう2人、ほら、余裕、2人余裕、いけましたね。いけますねいや、これはもう2人で漫才の練習なんかここでできちゃったしね。はい、大地味の不動産といえばね、もう我々2人ですからね、はい、まあそんな言うてやっておりますけども、もう暑くなってきましたね、やっぱねそうですか、はい、最近涼しくなってきたと思うんですけど。いやだって暑いですよ、暑い、はい、もう暑い、日本は暑いですね。そう、日本は暑くなってきましたから、もうこんな暑かったらね、もう9月、10月、11月になったらなん、どんだけ暑いんですか涼しくなると思います、多分ドヤじゃないのよ、そのなんか一歩目の漫才してますけど。で、これ床見てください、このタイルね。これベトナムの、あ、インスタ映えとかでここでやるんですよ、こういったタイルで。はい、ホーチミン市の高島屋のね近くにあるインスタ映えスポットありますもんね、タイル映えで。だからここでもお寺ね、お寺ね、ほら、はい、こうやって杉本さん、はい、しゃがんだもん、ほらインスタ映え、ほら映え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 てる映えてるでしょ。いや、さすがに後ろ切ってますよ、映えここだけだったら映えてるね、めっちゃ映え、こう、え、映えてる、全然映えないおじさんが横たわってるだけいや、でも本当ね、おしゃれですね。だからこういったところもね、はい、冷蔵庫も大きいわ。これうちと同じぐらいです。うちのファミリー4人家族でこの大きさぐらいなんで、ところで本当にすごい大きい、すべてが大きい。で、テーブルも、お、テーブルもお揃いのタイル、そして出ましたよ、はい、出ました。これは何ですか、この電気は。何でしたっけ、提灯花火、違う、新しい、何でしたっけ、線香花火、線香花火が出ました。
や全然違うもう2人座れますもんね、ちゃんとね。なんかすごい作りですね。こっちは椅子じゃないっていうね、このベンチ形式というか、はい、でここら辺は木目調に変わりまして、ちょっとリビングというか、はい、雰囲気になっております。で気づいた、ちょっと杉野さん気づきましょう、僕、はい、何に気づいたと思いますか。こちらの天井扇風機ですね。これマジですごくない？パナソニックさんですよ、すごない？これだからピッピで、これ見てください、1時間とか3時間とか6時間とか設定できるんですよねいやこのファンなかなかないよ、これ初めて見ましたね。そうですね、初めてじゃない初めてホーチミンでここしかない。いやいやそんなことない、いやそれ毎回カットするからでもこれすごいですね、で、すごい冷たい空気が、冷たい空気来てます、はい、でこれなんでかっていうと、エアコンが埋め込み式で、はい、上からこうエアコンが来てるのを下に落としてくれる。いやこれ快適、激アツです。でレンガのね、だからもう3匹の小豚の一番下っ端よ。ダメじゃん。下っ端だけどレンガが一番いいのよ、一番いいのよレンガが。吹き飛ばされなかった。そう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 。下っ端って一番弟って言う。そう一番弟。下っ端って言ってる兄弟の弟。下っ端で言ってる。俺が下っ端だったから。はい、一番末っ子だったから。だけどもそうやってね考えてやれてますから吹き飛ばされない。そうですね。そう。はい。狼が来ても大丈夫。大丈夫。お部屋です。狼来ても大丈夫よ。はい。してソファー。杉本さん、はい、今回ちょっとね、もうしばらく測ってなかったんで、測りますか。はい、大きすぎて、そう、大きすぎて、測り久しぶりに測どうやって測りましょうか。どうやって測りますか。こうか、一回、こうですね、はい、カメラに収まり、確かに入ってます。どうでしょう、カメラ入ってるかなせーのでいきますね、はい、せーの、ほら、新しいゲームみたいな、こういうのです上から降ってきて測れましたね、いや今ので十分だと思いますよ、はい、もう何が十分やばい、やっぱ2人じゃあ持て余すわ、これ2人暮らしだと持て余しますね、子供1人いて十分だ、マジでそれぐらい広い、座り心地もちょっとこう弾力がある感じのね、ソファーで、はい、いいですよ。で、あ、あれなんですね、喫煙禁止、禁煙、禁煙ですね。何長くすんの、喫煙禁止、禁止、禁煙なんですね。そうですね、もうここに入ってくる時にはもう匂いはちゃんといいよという、はい、じゃあベッドルーム行ってみましょうか。これなんすか、この扉みたいな、はい、え、わかった、キッチンからの匂いが入ってこないようにだ。はい、そうですね、正解しちゃったはい、まあ、視覚的にもあ、本当だ、カーテンを閉めることができ、閉めることによって、はい、あっちで何作ってんのかなとか分からないようにするっていうね、はい、そうですね、一応合ってます、いや合ってないと思います、はい、いやこれでね、はい、まあプライベートな空間もできますよっていうね、はい、だから誰か遊びに来た時とかに、うん、だってカーテン閉めといたらこう見えん、ね、確かにね、うん、いやいいですね、こういったちょっとこう部屋を分けることができるみたいなね、のがあるだけで全然違いますもんね、はい、でこっちがベッドルームで、おっきいっすね、鏡でかっ、はい、結構でかいなこれ、まあほんと女性とかでも嬉しいですね、こういう鏡があるとね、はい、化粧とかもできますし、でちょっとこう仕事したりとかもできたりもするっていう、はい、でおっきい収納もでかいっすよ、でこうベッドも、ベッドこれどれぐらいですか、ひとさん、幅180センチありますのでキングサイズですね。でかっ、めっちゃでかっ、いやいいっすね、これシーツとかも、はい、あの洗濯とかやってくださるんですかね。あ、そうですね、メイドさんが交換をしてくれます。それは1週間に何回ぐらいですか。1回、あ、1週間に1回、はい、でお部屋のお掃除と、はい、洗濯ですね、はい、これは週に3回ついています。あ、なるほど、まあ、はい、1人暮らしって考えると本当それだけで十分ですもんね、はい、でベランダもまあ本当少しですがありますね、はい、で何が嬉しいってやっぱこれ洗濯機と、でこれ乾燥機もついてます、ついてます、やばだ、3回来てくださるけど、はい、自分でやりたい時にできるっていうね、そういうことです。そしてこちらが洗面所、はい、広いですね、手洗うところ、洗面所広い、めっちゃ広い、ドライヤーもついてまして、はい、
いややっぱ何よりめっちゃ綺麗ですね水回り。いやさすが1ヶ月だわできて。でこれに洗濯物入れて持ってってくれるのか、はい、そうですね。なるほどね。でタイルもやっぱこのタイルだから可愛いんですよ。ここでもだからインスタ映えできますね。ああ写真撮れる。ここでも全然映えていただいて。そしてシャワールーム、はい、シャワールームもね、うわこれこのタイル全部だと思いきや、はい、滑らないように来ましたね。芸人大助かり。芸人だったらもうこんなあったらね嬉しいですね。嬉しいですね。絶対滑らんのから滑らんなーって言ってくれるんだから松本さんが滑らんなーって言ってくれるよ。で広いっすね、シャワールームも結構、はい、1人用にしては本当広い。ここちょっと測っておきますか、すみません、はい、またちょっと失礼します。大丈夫ですか。はい、いけます。せーの、はい、いや広いです。広いでしょ、はい、女だっていけんだから、ほら、ほらほらこうまっすぐ手をちょっとまっすぐ切るよ。めちゃめちゃ広くない？ズルしてない。ズルしてない。この広さよ、マジ広いよ。一人で入るにはね、こんなってダンシングシャワーよ。ダンシングシャワーできるぐらいマジで。で上もありますし、このヘッドのねこの手でやるやつもあるし。でうわこういうのもね助かるんですよね、杉本さんね。ここに置けるわけですもんね、はい、シャンプーでもそれでねぬるぬるしないわけですから、はい、下に置かないで済みますから。で段差も見てください、ちゃんとこのね段差もありますんで水も外に漏れない。いいですね、はい、はありがとうございます。はい、そしてこちらの部屋のタイプもあるんですね、はい、そうですね、こちらレトロタイプです。あ、だってもう本当このなんていうんですか、キッチンのこうダーク系のねあのキッチンに変わってますし、でタイルもほらリビングからさっきは違ったんですけど、タイルでずっとこう寝室までタイルですね、はい、で家具もやっぱダーク系にまとめてある感じです、はい、黒を基調としたお部屋ですけど、はい、全然明るいっすね。そうですね、はい、今撮影してるのが午前中でして、はい、お部屋が西を向いてますね、はい、なので午後とか夕方になるともっと明るいと思います、うんうん、日が入ってきてね、はい、はい、いや十分なもう窓の広さがでかいんでかなり入ってきますね、はいはい、サウナもありますよ。ジャグジーもめっちゃ広い。2人足伸ばして寝れながら入れる広さ、これすげえな。そしてここは何ですか、はい、オフィススペースです。はー、はい、こちらの物件1階から3階はオフィススペースになってまして、はい、4階以上がサービスアパートメントになってます。なるほど、はい、オフィススペース広いっすね。ここのフロア全体で、はい、317平米分の広さがあります。はい、はい、で1平米おいくらぐらいですか。はい、$18.7 ですね。こう317平米、はい、全体をもし借りた場合はだいたい6000ドルぐらいですね。あ、タックスなども込みになってます。あ、半分借りるみたいなこともできるんですか。あ、そうですね、実際今このフロアですね、あそこが向こうが壁になってますけれども、あの壁の向こう側にもう半分ぐらいのスペースがありますので、あ、へー、まあそこの壁壊すことはできないので、ちょっとこの共用廊下部分を使って向こうのお部屋には行っていただくことになるんですけれども、まあこの半分を使うのか、それとも2部屋とも借りてしまうのかというのはお客様の、利用用途次第です。へえ、あ、変な話ですね。ここからこっちって見えるんですか。あ、そうですね、はい、今見えているこのスペースを、まあ、こう半分に切るっていうのもできますね、うんうん、あそこにも共用廊下につながる扉ありますから、はい、別の企業さんがここを借りるっていうこともできます。ですので、まあ、比較的小さなスペースでも大丈夫ですよっていう企業さんでもこちら借りることができます、うんうん、確かに、はい、でこっちが、はいはい、共用部のトイレですね。めっちゃ綺麗ですねやっぱ、はい、まあ、ちゃんとねショーの方と台の方分かれてありますから、はい、あと男性女性分かれてますので、うんうんうん、いいですね。家賃はあったらただで借りれるのコーナー、やってまいりました。
まあお部屋ね2タイプありましたけど、はい、家賃は一緒という一緒です。はい、今回見たのが5階と6階ですね。はい、はい、4階は少し日当たりが悪くなりますので、はい、5階6階に比べると少し家賃が下がるんですが、今回は、はい、5階6階のお部屋を当てていきましょう。当てていきましょう。はい、まあだからここはまあビンタンクのファンビッチャエリア、ええ、まあ、第2の日本人街って言われてるぐらい日本 の, あのレストランとかが多いエリアになってますし、はい、ええ、場所はかなりいいですもんね、ええ、かなり良くて、でお部屋も、まあ、1ヶ月しか経ってない、はい、でワンベッドルーム、平米的に言うとどれぐらい、はい、約50平米、50平米、はい、うわこれ結構むずいぞ、新築だもんな、はい、このエリアがねやっぱ中心地にめっちゃ近いからな、そこがいいポイントなんですよね。はい、家賃を当てる前にですね、はい、家賃にどこまでサービスが含まれているのかおさらいさせていただきます。はいはい、まずタックスですね、はい、水道費用、はい、あとはインターネット費用、うん、あとメイドさんの週3回の洗濯とお掃除、週1回のシーツ交換ですね、うん、あとはバイク駐輪場1台分は含まれています。いいっすね、めちゃくちゃいいわ。払うのは電気代と飲料水ぐらいですね。そうですね、電気代はマストでかかりまして、うんうんうん、はい、わかりました。ちょっとですね、その、はい、賃料のドルがですね、はい、ちょっと細かい数値になってますので、はい、50ドル刻みで答えていただければ。うわ優しい、でちょっとその後あの修正入れますので、あの実際にはこのぐらいですよっていうのはちょっと修正入れますので、はいはい、とりあえず50ドル刻みの数値でお答えいただければ、近あの最も近いところであれば、はい、あの優しい。50ってことでしょ、うん、150か、そう3050だ、そう、はい、絶対そうよ。だから50でいいっていいってことだもんね。今くらいはもう50結構。ああ、わかりました。いきます。850ドル。うわ、もうちょっと上かな。でもワンベッドだもんね。ワンベッドだから850でいきます。お願いします。はい。はい。正解は750ドルです。うわー惜しい、めっちゃ惜しいやん。どっちかやと思ったよ。もうだって50は確定してるから。どっちかだと思ったよ。うわー、はい、あ、ちょっと補足させていただくと、まあ、実際には賃料ベトナムドンで決まってます。あ、はい、で、まあ、今の為替レートを換算するとだいたい760から770ドルぐらいですね。なるほどなるほど、はい、ですので今ちょっと一旦750ということにさせていただきますけど、実際にはもうちょっとあのドル換算で言うと変わってきますので、はい、それって契約するときに決めれるんですか。ドルで決めたいです。あ、ベトナムドンです。あ、ドンで決定して、ベトナムドンで決定してますので、なるほど、まあ、ドルの数値というのはあくまで参考までに、うん、ご利用いただければ。わかりました。ちなみにそう、ドンは言っちゃダメですか。ベトナムドンですと1793万ベトナムドンですね。ああ、はい、刻みますね。だいたい1800ドンぐらいですね、うんうん、すごい、こんな細かく刻む。そうですね、ですね、ちょっとあのタックスを含めたりすると数値がどうしても細かくなってしまいますので。はい、はい、まあお値段ね750ドルでしたけど、はい、まあ、正直これより上がる可能性ありますよね。これあります、はい、うん、今めっちゃ安いですもん。これまあ裸で本当もうちょっと高くてもおかしくないっていう。そうですね、はい、中川さんの回答ぐらいは、まあ、正直いけるようなお部屋ですので、うん、なんで、ね、なので当たらなかったんじゃないかなと。だからもう実質正解、実質正解来てんのよ。もう俺もうだから借りれるまで来てんのよ、レベル的には。そうですね、はい、かなりいいとこをついてきてますね。そうですよ、だからもうほんとコメント欄でね、中がいい加減当てろってやめて、本当に。いや、いい加減見たことないです。いい加減に当てろはやめてください。はい、というわけで皆さん、他にもね、エナーセットさんたくさん物件持ってらっしゃるので、はい、気になった方は下の方から連絡お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。